ますね。全然。5級っていうのは、5級はね、違いますね。やっぱ5に、前回の5、1、5、2とは全然違いますよね、やっぱね。まず、ポールピース下カードですから、この時期の。いわゆるミッドフィフティーズですか、うん、以降のスタッカードのポールピースという形になりますね。全然違いますね、これ見ていただける。その時代特にその R がオリジナル自体の R が指板の R がきつくなったとかっていうことではなくて、まあそうですね、やっぱりその出力のバランスっていうところもまあいろいろ見ていったところで、こういう、特にあれですね、4弦が一番高くなってますけど、まあ、1、2弦はまあ大体フラットな感じで、少しずつこうポールピースが上がってくるような形で、よりなんか張りのあるというか、これはあのボディワッシュですけどね、芝はからんで張ってありますけど、前回のあのフィフティーズに関してはメープルネックですから、あのバキンって弾ける感じっていうのとはちょっとまた違いますけど、そこの部分はやっぱこのマイクが結構歯切れのいいというか繊細な感じしますよね。そのなんだ、52のシャープな感じがありつつも、もう少し、何が加わったんですかね。52ほどシャープじゃないですよね。そうです、そこまで、アタックというか、まあそれはシバンドの絡みもあるとは思いますけど、でもやっぱり全体的にやっぱシャープだし、すっきりはしてますよね。だ特にあのリズムカッティングとか、センターとかでやると結構綺麗だったり、フロントでやっても意外とリアでやってもなかなかいい感じですよ。ちょっとトーン絞っちゃってるみたいな。だスティーブ・クロッパーとかね、あの辺の人たちやっぱりこうイントロとかでこんなのありましたけども、非常にクリーンな感じ、なんかアコースティックな感じしますよね。リズムプレイにも相当いいんじゃないかな。使いやすそうな。使いやすいですね。まあこの手のねテレキャスターのファンやっぱいますので、逆にこっちの方のタイプの方が好きだという方いらっしゃいますから。はい。なるほど、ね。全然いますね。やっぱまあクロッパーの名前も出ましたけど、まあ最近ねちょっとまた来日しますけど、ロベン・フォードとかも。いろんなギター使ってますけど、必ずテレキャスター使ってますから、あの少年でこういうこの仕様のスラブボードの手で使ってますし、ドライブとかさしても芯がパキッと残ってて、またその50年代の太さとかとは違う、繊細さ兼ね備えた感じ の、 やっぱ良いトーンがありますよね。やっぱり違ってきて、やっぱ時代とともに、あとまあ仕様変更とともに変わってきてますね。だからここのファンいるっていうのはよく分かりますね。この時期だけのやっぱ音だと思いますから、はい、ちょっとドライブさせてみましょう。暴れる感じというより少しこう、あ、そうか、暴れる感じじゃないっていうか、ちょっと違いますよね。少しこうちょっとしっとりとしてるというそこの部分も加わってるという。バランスはやっぱいいですよね、コード弾いた時のバランスなんか、ドライブさせてもちょっとさっきのボリューム今度絞り気味で、
ッキングリード、これここですねポイントがね、もうセレクタースイッチ含めたこの3点ですね。ここが結構よりだから特にまあフィフティーズがワイルドであればこっちはもっと都会的というか洗練された感じになってきますね。なるほどね。ともすればあの排気の方はトレブリーな感じしますよね。フィフティーズのやつもメープルネックなんですけど、シバンなんですけど、やっぱりバキッと出ますけど、それよりももうちょっと線が細いような感じにも聞こえますけど、やっぱ立ち上がりすごい早いですから、やっぱサウンドのキャラ完全に出てますね。プレゼンスって感じじゃないですよね。でもね、違いますね。トレブルっていう感じですよ。トレブルですね、ドンガシャンって出ますね。そうか、なるほど、いいですね。号泣いいですファンが多そうなところが、それがゾゾになるとどうなるかっていう、これはまたね、全く同じ仕様でそのピックアップが変わってくるとどうなるのか。級のゾゾになるってことはやっぱりこれはレアスペックですからね。そこでいくとやっぱまあ本当に代表されるジミー・ページ、もっとロッキンな感じになるんですか。ちょっとその原因値、まあレベルですね、出力のレベル高くなってくる感じはあると思いますけど、そこでどういうイメージで変わってくるかだと思いますね。ちょっと引いてみると、引いてみてください。硬い方に行くのか太い方に行って甘くなるのか、それ聞いてもらいたいと思いますね。はい。